サー・クリストファー・シドニー・コッカレルは、イングランドの技術者で、ホバークラフトの発明で知られている。大英帝国勲章コマンダー勲章師、王室工業デザイナー。父のサー・シドニー・コッカレルがフィッツ・ウィリアム美術館の館長を務めていた関係で、ケンブリッジで生まれた。ノーフォーク北部のホルトにある、グレシャム・スクールで学ぶ。その後、ケンブリッジ大学のピーター・ハウスに入学し、 ウィリアム・ドップソンはマーズリーの下で工学を学んだ。1935年、マルコーニの会社に就職し、直後に結婚。第二次世界大戦中はレーダーの開発に従事。1965年ハワード・エヌ・ポッツメダル受賞。1966年には王立協会からロイヤルメダルを受賞し、翌1967年には王立協会フェローに選出された。 1966年に大英帝国勲章コマンダーを受訓。1969年にナイトに上された。ハンプシャーのハイスで死去。ホバークラフトの発明に通じる作業は1953年に始めた。ヘアドライヤーとブリキ缶を使って仮説を検証したところ、可能性は見出したが、実用化に至るまでに数年を要し、その間に資材を投げ打って、 研究開発を続けた。1955年までにバルサ材で実動モデルを作り、最初の特許を取得。しかし、航空機産業も造船業も彼のアイデアに興味を示さなかったため、民間企業でそのアイデアを実用化することは不可能だと判断した。そこで国防に役立つと考えてくれるのではないかと思い、イギリス政府に提案した。政府は NRDC に 国カレルを紹介した。1958年秋、NRDC は軍需企業、サンダースローに初のフルスケールのホバークラフトの開発を依頼した。これにより、NRDC からのライセンスの下で、サンダースローが開発したプロトタイプが、サンダースロー SR-N1 である。4人乗りで時速28マイルで航行できた。1959年、 コッカレルも乗り組んで、高校試験が行われた。同年7月25日には、ドーバーからカレーまでのイギリス海峡横断に、成功した。1959年1月、NRDC は、ホーバークラフトデベロップメントリミテッドという子会社を創設し、コッカレルはその技術部長に就任した。同社は、コッカレルの特許を管理し、ホーバークラフトという登録商標で、 いくつかの企業にホバークラフトの製造をライセンスした。世界初のホバークラフトの商用航路は北ウェールズのリルとマージーサイドのワラジーを結び D 側加工を横断するもので1962年に36日間運航した。使われたホバークラフトはビッカース・アームストロング社の場マイナス3である。運航はブリティッシュ・ユナイテッド・エアウェイズが行った。ありがとうございます。